先輩です。ノクターン。リーコだよ。ノクターン。現在の装備状況です。サモンスピリットを2個装備してます。防具はこんな感じ。ハートのブローチがあるね。メイドさんが落としてくれました。大事に、大事に使わせてもらってます。なんか嫌だわ。さて、行きますか。一人で。寂しいのね。そんなことはないです。さて、クリアパートなので、飛ばせるところは飛ばしていきますよ。もうキノコには、見向きもしません。当たるからね。早速早送りです。ここはやはり残しておくと、上に登れますね。宝が取れて、いい感じです。しょぼいけど。このレバーは動かしておきます。おそらくこれが正解です。まあ、そのためのレバーだもんね。回復は残しておきますよ。あ。また僕になってるし。狙ったわけでは。やばいかな。おお、服を落とした。これはラッキー。そのまま進んで大丈夫なの。時間で治ると踏んでます。治りますよね。知らないわよ。お、本があった。助かりました。え、治ってる。空気を読んだわね。だいぶカットしました。以上が手に入れたものです。え、何これ、ワイ男の大群。これが前回の惨劇を生んだのね。今のうちに始末しておきます。ああ、もう鬱陶しい。あざ笑うかのようだね。スピリットが言うことを聞いてくれません。相変わらずだね。たまに来て壊してます。そんなわけないでしょ。よし、無事にボスまで到着です。こう考えると早いよね。さあ、今度こそ。まずは逃げます。あれ、届いてない。ここは殿下の宝刀、霧です。さすがアルカード。予定が狂って焦ってるくせに。でも間に合いました。順調です。この黄色い床ですよ。おそらく、これが足場になるんです。ほら、攻撃絶頂。ほんとだね。そういうことだったんですよ。これに気づけたのはでかいです。さあ来い。目の前。まさにこのための床だったね。
心臓も当てられそう。無理か。いい感じです。なんか危なそう、やっぱり。痛そうな顔してますね。おお、倒した。やっぱり全部壊さないとダメか。どうするの？心臓は、この時だけ当たりそうですね。ちょっと効率が悪そうです。やはり、ここは先に膝を壊しますか。それが良さそうだね。遠ざかってる。こっちに来てください。おお、これも目の前。これはいい場所だね。もう一回、もう一回。ああ、遠ざかる。そんなに都合よくはないわね。来るか。もうちょっと。よし、来い。待ってました。いいペースだね。ああ、もうちょっと。むう。あれ、降りるの。ちょっと回復しておきます。念のためです。補充して。よし、万全です。ここはハンマーを起動しますか。一気に膝を壊す気だね。はい。とっておいた回復。嬉しいです。伝わってきたよ。謎の掛け声と共に到着。よし、起動します。よっしゃ。あれ？これって、何だった？宝箱の音だよね。行きましょう。あれ？頭がでかすぎたね。やっぱり倒してた。やりました。魔法じゃないけど、嬉しい。意外にあっさりだったね。そんなところで、第3章クリアです。黄色い床を足場にすることに、気づけたのが大きかったです。まさか、ハンマーを使っただけで、倒せるとは思いませんでしたけど。意外続きのボスだったね。それじゃ、また次回、ノクターン。お楽しみにね、ノクターン。